はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回はメンテ開けたぞーということでやってまいりました。特に7億ダウンロードキャンペーン来てますね。これもらえたりもらえたりもらえたり、なんか選手いっぱいもらえてるやん。何これ、あ、ありがとうございますって感じで、なんかもういろいろもらえてます。はい、レオメーターとか、なんかいっぱい来ました。ありがとうございますということで全部受け取っていく。え、なにこれ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 、ルディガー、え、ルディガーもらえ、え、な、なに、エピック、え、チャナティップもらえた、え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 、エピックこんなもらえた、あ、マジで、え、ルディガー、なにこれもらえました。ルディガー、あ、サラーじゃないんや、サラーじゃないんや、ルディガーがもらえました。え、なにこれ、エアリアルプラス 3? え、決定力、ヘディング、ジャンプ、フィジカルのパラメータが最大 3? え、ライブアップデート評価が B 以上、評価が A の時、最大効果を発揮ということで。え、強くねえか、え、なにこれって感じで、盛りだくさん。てか、チャナティップ多分これ強いぞ。多分これ強いです。って感じで。もうすごいことになってまいりました。いいフットボールということで、ジャパンのガチャとかも来てますね。これも全部もらえるよということで、まあ、今回は周回 FP やっていきましょうか。ということで、今回はサラーのみが、ブースター持ってますよと。俺、サラーもらえるんかと思ってたら、まさかのリュディガーでしたね。って感じで、今回週刊 FP やっていけたらなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価、本当にお願いします。ということで、やっていきましょう。はい、ということで、まず、ロドリ見ていきましょう。アンカーですね。能力こんな感じで。足元高っ、いいっすね。で、守備も普通にできて、まあ、スピシャはちょっとないけど、フィジカルもあるし。いや、ロドリこれ強いでしょ。アシューラ、ライジング、ミドル、ワンパス、ルーパー。いや、素晴らしいですね。って感じで。まあ、ロドリこれ普通に強そうですね。いや、画像もなんかかっこいいね。で、お次、テオエルなんです。センターバック。え、これバグ強化あるか、え、ワンチャン歩くね。足元はまあ普通にあって。あ、守備、まあ、そこまで上がってないんか。ただまあ、スペシュンもあるんで。まあ、バグ強化気味なんかな、わからんけど。まあ、普通に悪くなさそう。インターセット、ブロッカーもあるし。で、お次、サラー来ました。ブースター持ちサラー。いいっすね。チャンスメーカー。あー、そうなんや。CF はできんくなってますね。で、こんな感じ。まず、ブースター。あ、パスプラス3なん。グラパ、フラパ、カーブ、キック力か。あ、そう。で、まあ、評価が A の時、プラス3で、まあ、B やったら2か1ぐらいなんかな。で、能力こんな感じ。まあ、ドリブルが、まあ、そこまで高くないか、今回。まあ、ただパスがめちゃくちゃ上がってますね。まあ、決定が86。まあ、スピショも普通にあるって感じで。まあ、普通に強そうですね。まあ、ダブタ、コンカ、ミドル、ワンシュー、ワンパス、ループ、アウトスピン。優秀じゃないスキル。って感じで、まあ、普通に強そう、今回のサラー。で、お次、ムサディアビ、OMF。これどう、ワンチャン強いんじゃない、見ていきましょう。ドリブル高くて、パスも80。決定が低くはなくて、スピショある。あ、これやばいかも。逆足精度も最高やん。ディアビこれやばくね、これやばいぞ。多分強いです。ダブターシューラ、コンカ、ミドル、ワンシューワンパ。これ多分やばいっすね。これ多分やばいな。これやばいでしょ。今回ガチャよくね、何これ。で、クーニャ見ていきましょう。全部できて、能力こんな感じ。ドリブル高い。パスも80乗ってる。決定力80あって、スピシュンも高いですね。クーニャもいいぞ、これ。ダブターシューラ、コンカ、ドロップ、ミドル、ワンシュースルーパ。強くね、今回マジでいい習慣来た。だってブースターもう一人いてんけど。ちょ、なんか3人いるやん。ちょ、なにすごいことになってきてるって、いいフットボールが。ちょっと待って、いっぱいいたブースター。ユンデル見ていきましょう。インデシー、こんな感じ。まずブースター見るか。シュートプラス3、ボルコン、決定力、キック力、フィジカルのパラメータ最大3上昇。強くねこれ。ドリブル高いし、まあ、パスも低くなくて、決定力80乗ってくる。スピシュン、キック力高い。強くねえか。ダブタルーレット、コンカ、ミドル、ワンシュースルーパー、アウトスピン。ちょっと待って、これやばいぞ。今回の習慣やばいです、これ多分。で、多分っていうかやばいです。はい。今のところ全員よくね。で、お次、フラッテージ。まあ、CMF だけ。まあ、ドリブルパス高くて、まあ、守備もある程度できて、まあまあ悪くはないですね。で、お次、ミリンコビッチ、サビッチ、202センチ。素晴らしい。さあ、能力は、まあ、もうちょいやったら強かったけどね。202センチ、もう少し能力高かったらって感じで。
エドワーズ、この選手多分強いぞ。前ハイライトで強かったからワンチャン強い。ドリブル高い、まあ、パスも70、まあ、決定がまあ8では乗らんけど、まあ、スピッシュもあって、まあ、ドリブルはめちゃくちゃ楽しそう。特殊ダブルとワンシューピンポイントクロス、アウトスピン。じゃあって興奮収まらんな今日は。でお次ブースター持ちマルティン、ブースターテクニックプラス3、強くね。ボルコン、ドリブル、ボールキープ、グラパ、素晴らしいな。能力高いなこれ。ドリブル、パスめちゃくちゃ高いね。決定力もまあ77、まあまあ悪くはなさそうですね。まあスキルがちょっと微妙か。でラストバルダクシュ見ていきましょう。まあ守備がめちゃくちゃ高くて、まあスペシャルないか、うんって感じで。今回これやばくね、なんかすごいね、一気に習慣が強化された気がするぞって感じで、今回引いてもいいんじゃないかなこれ。僕的にはめちゃくちゃいいと思いましたね。うん、だってロドリ強いと思うし、まあ、トゥエルなんですよ悪くなさそう。でサラはまあ今回スキルもなんか良くなってたし、まあ、能力がちょっと下がっちゃったのかなっていうのはあるけど、まあ、ブースターもあるしね。でムサディアビこれ強いでしょ、相当強いと思ったし、まあ、クーニャも悪くなさそうで、まあ、このブースター持ってユンデル、この選手悪くないね、これ強いなって感じで。今回これ引いていいんじゃないかな、無課金の人も引いていいでしょ。ブースター持ちの選手3人いるのは熱すぎんかって感じで、まあ、今後もまあいい習慣来るかもしれんけど、個人的に今回引いてもいいんじゃないかなと思いましたね。これはめちゃくちゃいいでしょって感じで、ちょっとなんか気分いいんで引きます。はい、いやなんかせっかくならサラーとかブースター持ちの選手当てたいね。いやちょっとこれ激アツすぎるな。 e フットボールすごいことになってきましたね。あ、一人目クーニャ、ありがとうございます。嬉しい、クーニャは普通に嬉しいですね。うん、いいですね、どんどん引いていこう。いやもう楽しいわ、もうありがとうございます、本当に楽しいです。僕は幸せになりました。なんかこうやってなんか習慣も面白くなってね、素晴らしいね本当に。テオエルナンデスセンターバック登録ありがとうございます。みんな盛り上がってるんじゃないですか。僕が一人で勝手に盛り上がってるだけの可能性もあるんかもしれんけど、盛り上がってます多分って感じで、もうすごいね、やっぱ習慣がこうやって強化されるのはいいことやね。うん、って感じでラストは誰だ、これは誰ですか。お、ブースター持ちユンデル、ありがとうございます。いやー嬉しいって感じで、いやー今回の習慣素晴らしいですね。ということでちょっと消えちゃったけど、今回は引いてもいいんじゃないかなと思います。いやまあ今後もねこうやってブースター持ちの選手いっぱい来てくれると思うんでね、もう楽しみに今後もやっていきましょう。でこのリディが無料普通にありがたいな、強いしなって感じで、いや今回は素晴らしいですね。ということで、これからのニーフットボール盛り上がっていきましょう。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。